阪神、普通に優勝しそう。あかん、阪神優勝してま。2位来た。もう新目線やん。先切ら抜きで3連勝できすぎて怖い。しかし大山急に打ち出したな W。今日の試合はパチならアレンパ確定演出やったね。あれだけボロボロだった阪神にどこも3立てできなかったのがね、逆に言えばよく3立て回避し続けたな。4番5番が仕事してレソラ勝よ。今までこの2人が何もしなかっただけ。どんでん岡田、クリーンナットもやっと大台の2割に乗ったんで笑い。2割って大台やったんか。いやいや、ごほごほ。矢にとどめろって。なるべくしてなってるな。セリーグ得失点差明日11、2で勝ったら33、4冠制。村神様に感謝する日が来ると鼻飛ぶボール最高や。先週までは苦しそうやったもんな。ニコニコでええこっちゃこっちまで笑顔になるわ。もう打線爆発の次の日貧打にはならない感じもする。クリーンナップの1割イズが2割前半図になって嬉しい。野手も投手もしっかりバリバリのレギュラーたちがいるからな。阪神は焦らずに野球したらこうやってすぐ上がってくる。大山にしても佐藤にしてもあのままの数字で終わるわけないからな。3週間でボール変えるとか水野も相当やばい思ったんやろな。